今回は台湾の屋台で人気のおやつ、ネギ入り焼きパイ、チョンユピンの作り方を紹介します。ネギの香りがいっぱいに漂う小麦粉で作った塩味のおやつです。表面がサクッと、中はもちっとした食感が良く、口の中いっぱいにネギと油の香ばしい香りが広がります。餃子のタレをつけて食べればビールのおつまみとしても最高ですよ。それでは作っていきましょう。まずは生地を作ります。強力粉 100g と薄力粉 100g に熱湯を 160cc 用意します。塩と重曹を 2g ずつ入れます。粉を混ぜながら熱湯を少しずつ入れて合わせていきます。熱湯を加えることでグルテンの働きを止めて弾力を弱くすることができます。一度に水分を入れてしまうと生地がドロドロになりまとまらなくなるのでちょっとずつ入れます。分量の水分を入れたら手で混ぜながらこねていきます。はじめはベトベトとしている状態ですが、しっかりと練っていくとだんだんまとまってきます。だからここで打ち粉をしないのがポイントです。しっかりと練っていくと生地がまとまってきます。よく練って滑らかな状態にすることで焼いた時にサクッと仕上がります。練っていて手につかなくなってきたらラップをして30分寝かせます。ネギは長ネギと万能ネギの2種類で作ります。2種類使った方が味も香りも良くなりますが、片方だけでも問題ないです。基本は浅漬けのネギを使うことが多いので万能ネギだけでもいいですよ。これを輪切りにしていきます。長ネギを使う場合は白と青の部分を両方使います。青ネギは硬くて食べにくいく感じるかもしれませんが、栄養成分が多いので白ネギと混ぜて使いましょう。これをみじん切りにしておきます。切れたら2つのネギを合わせておきます。ネギの量は 2,3 本くらいです。ネギに小さじ1の塩を入れて混ぜておきます。鍋に 30g のごま油を入れ加熱します。しっかりと熱して高温にしておきます。油が温まったらネギにかけていきます。こうすることでネギの甘みと香りがアップして美味しくなります。
ネギ全体に油が行き渡るようにしっかりと混ぜ合わせておきます。休ませた生地を打ち粉をした台の上に乗せます。細長くしてから4等分にします。手のひらで潰して丸くしておきます。生地を綿棒で伸ばし、楕円形の細長に伸ばしていきます。横幅も少し広げていきます。均等な厚さに広げたら、その上にネギを適当に乗せていきます。大体真ん中に寄せて乗せると包むときにこぼれにくいです。端から持ち上げ2つ折りにします。綿棒で押さえながら伸ばし、中の空気を抜きます。端からくるくると巻きます。巻いた断面が上に来るように置いて、上から手のひらで押しつぶします。綿棒で伸ばして平らにします。幅くらいの厚みにします。これを4つ作ります。鍋をしっかりと温め、大さじ1の油を入れます。縦半割りにした長ネギを入れます。この上に乗せ焼いていきます。中華鍋は底が焦げやすいのでネギを引きましたが、普通のフライパンで作るなら引かなくてもいいです。火力は弱火にしておきます。熱が逃げないように上からアルミホイルで蓋をします。片面を5分ぐらい焼いたら、焼き色を確認して良ければ裏返します。
た熱を逃さないようにアルミホイルで蓋をして裏面も焼いていきます。5分ぐらいしたらアルミホイルを外し確認します。両面がこんがりと焼けていたら皿に盛り付けます。これでソンユピンの完成です。お好みで餃子のタレをつけたり、辛いのが好きな方は豆板醤をつけたりすると美味しくいただけます。詳しいレシピとネギの栄養効果はブログに書いていますので、そちらを確認してみてください。ブログのリンクは概要欄にあります。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。